何番でしょうか、何番なんでしょうか。もう早い番号で揃ってる気がするんですよ。前の方が9番です。はい、いつも通りありがとうございます。立花梨乃のワンファン2世。この企画は一撃2000枚出したらクリア、液晶画面で引き継いでれば OK なので引き戻しも可です。店内 BGM はオキドキですが、オキドキゴールドはもうすでにクリアしているということで、私打てませんので何を打つのかっていう。おはようございます、よろしくお願いいたします。スマスロ北斗の剣の生まれが良さが、あ、いいですね。はい、リベンジ、速取りリベンジです。何回リベンジすんのってね。もういい加減クリアしたいと思います。今日この子が誕生日なんです。違う、この子じゃない、あ、いない、この子が誕生日です。この子、本日はリベンジに次ぐリベンジ機種ラトムしたいと思います。めっちゃラトム。今日はあのキャラクターの誕生日なんでね、祝っていきたいと思います。玉木っていう女の子の誕生日なんですけど、今あのキャラの誕生日表みたいなのを見たら4人いました、玉木含めて。あの2日前が私の大好きなベニマルの誕生日だったんですけど、ちょっと永遠の消防隊打てなかったので、ベニマルの後祝い、玉木の当日祝いということで打っていきます。もう4回目の変換です。いや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 、4回目よ。もうそろそろ引っかかってくれないと困る。何色？青かー。最後文字付きならあるかもですけど、ちょっと弱いですね。はい、ひどい、これは戦えないかもしれない。4-0。はい、250のところで緊急出動いきます。当たってちょんまげ。ここ行く前までは強めでした。あらあら、250も引っかからず、悲しいね。あら、文字付き、文字付けが一番強い。結局すいませんないとか言っちゃってしまいます。1万円ぴったりで済みまして、285ゲーム。さあ1回でチャンス入れるぞ。もうしまいましたからね、2枚目。ホームラン、レギュラーボーナス、はいです。よし、さあ何人目に守くんが出てくるでしょうか。3かな。お、3人目。テレ画面デフォルトです。ではさあ変換の嵐でお願いしたいよ。私の腕次第よ。いけてるんだけどな、いけてるんだけどな。2回目の変換ギリギリ間に合いました。28ゲーム。これね、ピシャンって消える気がするんですよね、あのない時のね、悲しいやつ。せめて発展はしようよって。はい、消えました、予想通り。
1の0次機械の 50% 50は50だからね、当たり前のこと言ってますけど。5回目の変換です。さっきはゲーム数から当たってくれましたからね。ちょっと待ってください。そんな長くいることある？51ゲームすごい粘ってくれました。めっちゃレアってことで1の1ですね。ちゃんと近いの出てくれたんで、ちゃんとした永遠チャンスですよ。残ってたんだな、ありがとう、嬉しい。行きましょう、ブラインチャンスでお願いしたい。元で第8です。この子です、この子、この子が誕生日です。露出の子です。ハッピーバースデー。いやティンがいいよね。本当、ナネさんがストック持ってますね、素晴らしい。お、エアやっかい、あ、小ぶりですね。2回目の変換でした。パネルショット最高ですね。シャーン、ナイス。朝14ゲームビッグボーナス、永遠ボーナスですね。投資が1万円で済んでますから大丈夫。これね、グッてやればねいけるんだけど、こうやって あるよ。ない、邪魔しちゃダメよ、レア役が。レア役なかったらじゃん。3連はしてた、すいません、贅沢言って。はい、神羅万象取ってました。え、間のレア役って有効だったんですか？すっごい今更なんですけど。ええ何も知らないんですね、私。大変申し訳ございません。本当にいつもいつも皆様のね、あのお力添えによって私生かされてますので。奇跡の神羅万象、これ導入のところすごいかっこいいんで、このまま行ってもいいですか？かっこいい。ちょっと反射でおばさんが映ってます、すいません。はい、いいよ。じゃあ行けますね、頑張ります。私、神羅万象は過去に15回ぐらいやってて、突破できたのたったの1回です。笑いながらやってるんですけど、もうそろそろ2回目あってもいいと思うので、ちゃんと行こう。今日チリ、何でもいい、ちょっと小ぶりでも引いときたい。小ぶりは行きましたけど、書き換え数パーセントしかないもんね。めちゃくちゃ弱いですよ、ここ。どうだ？ねえ。じゃあ次元まで分かんないんですけど。頼む！ねえ、いつもこれ。もう本当にいつもこれ。はい、次行ってみましょう。難しいんだよ、神羅万象。神羅万象、もう一回やろう、絶対。ありがとう、素敵。はい、1回目の変換、奥の方いらっしゃい。はい、ちょっとジョバンニ好きすぎるけど、アーサー頑張る感じですか？頑張りましたね、ありがとう。30ゲーム あら、
アクセルボーナスでございました。んだば、またジョバンニ。ジョバンニ好きすぎない？ジョバンニで取れる、素敵。撫でとこ。13ゲーム、あービッグなんですね。さあ取るぞ、すごい引くね。やっと後ろ行ってくれました。あろう、ちょっとメガネくん、なんで食らってるのあなた。ダメだそうで、書き換えてくれました。多分書き換え、助かる。58ゲーム、円円ボーナス。もう一回、ありました、ベニさん。ベニマルかっこいい。すいません遅くなりましたけど、ベニマルさんも誕生日おめでとうございます。2月20日ベニさん、いいんですか、頑張りますね自分。もうここで決めちゃおう、ワンパン2000。変換しない、はい、下パネルショットいただきまして、かっこいいよね。うん、同じ髪型にしたいもん。だいぶ耐えてくれました。84ゲーム、出玉を減らしてますが、ここから増えまくりますので、ね、この曲もいいんだ、浅草感ありますよね。でベニマル見るたびに一蘭食べたくなるんです。浅草ロック店っていうね、美味しいところがあるんで、はい、赤キャラもらったでしょ、ベニさん。はい、いただけました。あーかっこいい、可決。ベニさん、もう一生ベニさんでお願いしたい。オールビッグですしね。どうなった？ん、序盤にもしかしてベニマルのジョバンニは大チャンスとかですか？そんなことない。14ゲーム、オールビッグなんでサクサク増えますね。って言っても普段もね、アクセルボーナスなかなかいかないんですけど、高設定したジャックでした。1008枚、さあ折り返しましたよ。ベニさん終わりました。ベニマルが大体3回よね、終わらせないぞ。書き換えてよ、いいじゃないか、書き換えてくれたって。やった、勝ちまして、13ゲーム、順調そのもの、素のものですねこれね、はい、素のもの入りました。ビッグボーナス、1回目激熱出ました。残り1ゲームで楽しいね。激熱さん、アローに勝つのは初なんじゃない、メガネくん。言い残すことはないです、ただただ楽しいです、ありがとう。28ゲーム、惜しみなく引いていく。
負けない。かっこいいね、メガネ君、ありがとう。ビッグボーナス。最高。何万にはいいしさ。1374枚です。ストック差が一切出ないんですよね。すごい怖い。こんなに戦ったのに1回も勝たせてもらえませんでした。あるね。よしよしよし、よかった。かっこいいジョーカー。どうですちょっと1回そうきつかないか。あ、2回行ってくれましたね。やりました、やっと。ハッピーバースデー、たまき。57ゲーム。やっとこさ、ラッキースケベラレボーナスです。1543枚。いいね、さっきと同じ演出で、さっきと全く同じ入り方で。ベニマルを1日に2回もですって。変なとこ押しちゃいましたけど、今のはジャックチェリーですね。あるぞ。あの赤はデフォルトですか。はい、やりました。15ゲームチェリーから。うわ、久々に勝ち負けするな。もうできない気がする。やり方忘れました。難易度も楽ですからね。ほぼパーソナルと変わらないですけど、それでもメダルを台に入れるっていう動作がない分分回せるんで、あとささくれが減りましたね。スマスロばっかり打つようになって。2000枚見えてるよ。これでストック持ってたら最高。補設定しさ強が出ました。ここ向きは強いよ。1762枚。ではベニさん、続きお願いしますよ。お、ベニさん、1回でいなくなっちゃいました。2回戦行きまして、いいタイミングで引いたけど変換せず。いいよ、チェリーから行けましたね。大丈夫ってことです、うん、気にしないもんね、ここね。はい、25ゲームやっぱ面白いですね、の消防隊。これが 6.5 号機なんですよ。スマスロみたい。で、今日この機種を打ちたかった理由もう一つありまして、玉木の誕生日を祝うっていうのもあったんですけど、スマスロの永遠の消防隊がそろそろ出ますね。出る前にちょっと 6.5 号機のこちらをね、やっつけておきたかったっていうのもあったんで、良かったです。もう達成した気になってますけど、なんてっていいですよね、もうここまで来てますから。あと250枚。1956枚まで来ました。あと44枚。ボーナス1回確実に取りましょう。確実に。どうぞ。はい、どうぞ。
前の魔王。よし、チャンスアップよ。当たる。やりました。嬉しい。やっとだよ。嬉しいわ。12ゲーム、ようやっとリベンジを果たせました。うん、上出来だった今日は。ワンパン2000達成です。2000にも、やっとですよ。やっとなの、嬉しい。もうじゃあ5000枚目指すと思う。夢は大きく、志は高く、投資は少なく。いきましょう。ダメなんですか。厳しい。厳しくなかった。39ゲームまだ続くそうです。アドラバーストいらないですね、やっぱ。開いたら嬉しいけど、なくても出る。そう、それが永遠の消防隊。終わってしまいますよ。アロー、アローで決めよう。こんなところで共通で引いて、あとはもう無理やりねじ込みましたね。67ゲームこれ綺麗だわ。綺麗ですね。私明日で33歳になるんですけど、32歳終わりたくないんですよね。引きの調子良かったんですよね、32歳トータルで見たら。そんなに悪くはなかった、終わってみたらですけど。明日からどうなるかですね。お願い。赤メガネくん頑張れ。買い替えるんだ。ちょっと引けすぎです。こんな今日セリックすごいね。28ゲームメガネくんありがとう。やっとストックしさ出てくれました。2514枚。あ、最終ゲーム、最終ゲームでお願い。メガネくん、よし、いけるいける。メガネ、あれ大丈夫ですか。パネルも消灯しませんけど。メガネくんやってくれました。ギリギリですよ。ラスト0ゲームでした。27ゲーム。いいよ。誰だ。これだけこのバトルやってて電動車が後ろに立ってたの一回もないですね今日。はい、初ゲーム。かわいいな、ワンワンニャイン。2846枚。もうボーナス20回ですよ。あら、ないかしら。あ、さすがに終わりましたね。あんたちょっとで3000枚だったんですけど、ちょっと悔しいな。何にせよワンパン2000は達成です。
皿盛り一箱がなくなりかけてます。2000枚プラスで終わりたいんですよね。もう2000枚プラスは切ってしまいまして、もう一回チャンス、うん、もじつきお願い、歌ってくれました。やっと。そんなね、びっくりすることでもないんですよ。だって十字目変換から8の1ですから。抜けが3回目のボーナス。第8。3回目。よし。頼む。アイリス。死んだでした。50% ですよ。50% 3回目なんで、とってもいいんじゃないですか。どう考えても長い。あるね。はい、やりました。よかった。4の2セーフ。十字目変換からのボーナス当選だけ弱いってことにしておきます。前向きにね。あ、なるほど、これは強い。あれ、ちょっと待ってください。あの演出で小ぶいはレアよ。嘘でしょ。なんでその言った。あ、びっくりした。よかったです。怖い怖い。玉木ハッピーバースデー。75ゲームもかかりました。急ごう。頼む。朝。よかった、セーフ。23ゲーム。なんでこんなヒリヒリヒヤヒヤしなきゃいけないんだ。お、アクセルボーナスきました。覚えましたからね、アクセルボーナス中のレア役が死の場所でつながる。素敵。なに今の間、三強の間はいいですよね。上手、間の使い方が。24ゲームでボーナス、永遠ボーナスです。頼むよ、聞いてるじゃん。よかった、下パネルショートしました。あー、もうギリギリなのよ、さっきから。24ゲーム、ビッグボーナス。2回出たらもうそれは強い。20ゲーム、よかった。よし、そろそろどうですか。4以上とか。ポセツさん、今日が3回目です。ありますね、687枚。結局400枚に減っちゃいましたよ。やっと出てくれました。4以上です。よかった。うん、それが分かっただけでもすっきりよ。お、次出たら5、6です。5、6。ありました、永遠の消防隊のリベンジ、今回で2回目か3回目になるんですけれども、やっとこそ達成いたしまして、結果を先にお伝えしたいと思います。投資がなんとたったの10,460枚、回収が1992枚でプラスの1532枚で終了となりました。中途半端ですよね、流した枚数が。あと8枚あれば流した枚数も2000枚って言えたのに。
なんならピーク時2800枚ちょっとあったのに1992枚まで減らしてしまったんですけど、まもるくんが出てくれて、否定否定と重ねまして、結局設定5、6まで見えて終わりましたね。地味な確定系でしたけど、久々に高設定を打ててとっても楽しかったです。ただ活かせなかったので、あれはきっと設定一番上じゃなくて上から2番目だろうと信じてます、はい。そしてですね、一撃2000枚達成いたしましたけど、一撃2000枚達成難易度が星3と言われてたんですが、これはそのまま3で行かせてください。久々にドイレンチャンしてくれたおかげでさっと出てくれましたが、基本的には1000枚ちょっとの値段をこう重ねていくみたいなスタイルだと思うので、永遠の消防隊は次回リベンジすることはもうないんですが、次はスマスローでお会いしたいと思います。すごい楽しみですね、永遠の消防隊。あの 6.5 号機の永遠の消防隊よりもさらに荒くなって帰ってくると噂されてますので、皆さんもお期待しつつ、はい、導入を一緒に楽しんで待っていただければと思います。楽しかったですね。お隣さんも5、6が確定してたみたいなので、もしかしたら4台全てだったのかもしれないんですが、展開ついてこずという台がほとんどだったので、やっぱり機械割りが低い台は出すのは難しいなと思いました。そして今回達成いたしましたので、次回は2連続達成を目指していこうと思います。ご期待くださいということで、またお会いいたしましょう。さよなら。トムラー、これ片手でやってるからされにくい。はい、ありがとうございます。ではトム。